目指せポケモンマスター、ジハーディータカシです。今日も最強の伝説ポケモンの型を検証していくんだけど、今日は再び海洋画を使います。で、以前は、こだわりスカーフを持たせて、上から潮吹きを打ってるだけで勝てるみたいな海洋画の動画を、紹介したんだけど、今回は、理論上それより強い海洋画を開発してきました。その名も、こだわりメガネ潮吹き海洋画で、こだわりメガネを持たせて、しかも性格を特攻に情報補正がかかる控えめにすることで、もう多分これマジでタイプ相性とか関係なく、もうなんなら半減でも倒せるぐらいの、勢いの海洋画で、もう潮吹きの威力多分1億ぐらいあるんで、って感じなんだけど、そうなると気になってくるのが素早さで、潮吹きは自分の残り HP が高ければ高いほど、威力が上がる技なので、先に攻撃を食らうとデメリットになってしまうんですが、そこの素早さを補強するために、今回はエルフーンで追い風を張って、追い風下で追い風を受けて潮吹きを打っていくっていうタイプの、もう海の家みたいな、もう海の家だよね、違うかっていうことで、対戦行ってみましょう。はい、マッチングしました。地方スイモナーさん対戦お願いします。バシャーもフェローチェ、その他もろもろでザシアンかな、あれは。といったところで、一番下なんか嘆きみたいなやついるな。そんな感じっす。で、一番上のドクロックが乾燥肌なのに注意って感じかな。だから安易に、水技打つと吸われちゃうよと。まあ、エルフーンから行こっか。エルフーンから行かない方がいいな。これ多分フェローチェから出してくるでしょう。フェローチェから出してくるんだったら、これミミッキュから行った方がいいけど、そうだな。ミミッキュから行って、いや、そんなことないか。じゃあエルフーンから行った方がいいね。エルフーン、海洋がミミッキュっていう感じの並びでなんとかしよう。対戦お願いします。バシャーモから来るのか。で、バシャーモは、守るとかもあるし、剣の舞とかもあるし、バトンタッチとかもあるから、なんかちょっとどうしようかなって感じなんだけど、しかもね、特殊バシャーモとかもいるところがね、ちょっと不快なんだよね。まあ、一回甘える打つわ。甘えるを打って、あー、オッケー、守ってこない。で、ただこれ、剣の舞とかをされたらまたややこしいな。これ、フレワドライブだったら一番ありがたい。オッケー、これ一番ありがたいわ。で、これ絶対耐えるんで、結構効くな。A2 段階加工でもこんなに効くんだ。すごいね、バシャーも。といったところで、これは退場していって、で、これ、海洋ガニ交換、どうだろう。とりあえず海洋ガニ行って、で、ここはね、もうどうしよっか。いや、相手、どうせ多分、ろくな打点ないから、だから、この海洋がどうしようもないと思うんだよね。だから、俺、多分、バシャーもそこそこ大事にしてくるんじゃないのかなっていう気がするんだよな。なんか、俺、交換してくる気がする。または、守る。守る可能性も全然あるけど、どうだろうね。一回、ちょっともう一回エルフーンでもいい気がするな。一回、ミミキ挟もっか。一回、ミミキ挟む。で、どうせ相手交換なんで、ちょっとここ一回、ちょっと対面を作り直したい。で、あ、ドクロックだ。あぶね。これ水技打ってたらこれ吸われてたわ。しかもなんかもう、すごい色してるわ。初めて見た色違いドクロック。気色悪いね。んで、ミミッキを出していく。で、このドクロックは乾燥肌という特性で、水技吸っちゃうんで、そこについては注意といったところで、これさ、じゃれつくで普通に殴っていいかな。なんか多分そんなにものすごい有効打がこちらにあるとは考えづらいんだけど、なんか結構強え。結構強えわ。で、凍える風で S を下げられてしまう。で、相手も、でこっちが上取ったってことは、多分相手も素早さ無振りとかだと思うんだよね。で、しかもそう、耐え方も結構いかついし、なんか多分結構 HP 振りなのかな。で、これで、乾燥肌はやべえ。あ、これめちゃくちゃ雨利用されてるわ。あ、そっか、これちょっとまずいな。で、食べ残しとか持ってんの？あ、黒いヘドロか。これも呪います。もうこういうやつはね、呪うに限るんですわ。なあ、こういうなんか耐久してくる、その食べ残しとか黒いヘドロとか持ってるアーマーガーだの、ドヒドイデだの、ラッキーだの、なんとかかんとかみたいなゴミみたいなポケモンは、もうみんなまとめて呪い殺すべきよ。で、この呪いが入っていって、で、相手はここもだから、交換を検討するんじゃないですかね。で、ダストシュートもなんか打ってきてたな。で、これ交換してくるとしたら、ラスト1匹とかなのかな。ドクロックをどれくらい大事にしてくるかみたいなところもあるけど、なんかどうだろう。ただ海洋画のためにこのドクロックは取っておかないと相手目線まずいのかなとは思うんだけど、どうしましょうか。あと相手の残り1匹を予想しようか。あ、これザシアンだな。だってザシアンだと思うから、これさ、トリックルームを貼れるんだったらトリックルームなんなら貼ってもいいな。交換の可能性もあるし、これバシャーモかな。バシャーモだっ
ザマゼンタ、これザシアンじゃねえわ、ザマゼンタだった、ザマゼンタが出てくる、ザマゼンタか、ザマゼンタって何してくるの？だこいつもなんか耐久してくるやつでしょ。で、まあ多分ザマゼンタもそこそこ早かった記憶があるから、だからこのザマゼンタに対してもトリックルームはそこそこ有効だと思うんだよね。で、さっき凍える風で1段階 S 下げられちゃったし、まあ、ザマゼンタとミミッキュ の、 素早さ関係、こっちが上であることは間違いないと思うんですよ。で、このザマゼンタはものすごい硬いポケモンなんで、で、しかもなんか不屈の盾みたいなんで、1段階防御が上がってしまったから、なんかこれはもう呪い、これもう呪い毒、なんかここもまあもう呪って叱るべき盤面よ。で、どうせなんかこういったなんか光の壁とかね、そのリフレクターとか覚えるんだよ、このザマゼンタ。あ、もうなんかパーティー総合でなんかさ、最近こういう外役パーティー増えてね、ここなんかその伝説ポケモンの枠を使ってこの大外役みたいなことさせんじゃねえよ、冒涜してんのか。んで、光の壁を張られてしまったんだけど、ここ一撃エルフーン行きます。エルフーン行って、まあもう完全にあれだよね、海洋が意識だよね。で、こっちはちょっとどうしよう、甘える打っとこうか、一撃甘える打ったり挑発打ったりみたいな感じで、まあ、なんとかしていこう。で、このザマゼンタについた持ち物が、不屈の盾、なんだったっけ、なんか朽ちた盾か、確定なんで、まあそのなんか回復アイテムとかは心配する必要がなくって、で、居住団はまあこれ多分これで倒されてちょうどいいって感じになるんじゃねえのかな。今なんか耐えなかった、うわちょっとまたそれはややこしいな。あー、耐えるんだ、すごてか弱、あ、てめえの火力が足りねえのはな、もうお前が害悪な育て方してるからだぞ。んで、そろそろトリックルームターンもちょっと切れちゃうよね、切れないな、なんか微妙な感じだな。ここ追い風打った方がいいか、追い風はまずい、追い風はまずいか。挑発を打つ意味もでもないから、だからここ甘えるにしよっか。甘えるだ、あ、相手全員物理アタッカーでしょ、だからこれはまあ甘えるの打ちどころなんで、まあ、これはまあ甘えるだわ。で、このザマゼンタのサイコファング、サイコファング、なんか噛まれたんだけど、サイコファング、両壁、居住団みたいな感じなのかな。で、相手は依然呪われている。で、ってことは相手結構ザマゼンタを切り気味に動いてくるみたいなムーブなのかな、まあ、またはここで交換っていう可能性も大いに考えられるな。ここ多分ドクロックに交換してくると思うわ、だからそれを読んだ技選択しような。ここね、まあおそらく、ドクロック交換だと思われるの で、であとこだわりたくないんだよね、こだわりたくないから、だから俺か、第3打打つわ。こだわってしまうとちょっと最後の技選択とかうんぬんがちょっとややこしいと思ったら突っ張ってきてるわ。ってことはこれはザマゼンタ切りってことなんだ。で、トリックルームあるから多分俺が早いと思うけどいいのかな、いや、いいでしょう、やっぱり海洋ガのダイマックスした姿ってもう素晴らしいよね。で、相手は S が128なんだけど、まあ、トリックルームが功を奏してしっかりと、なぜか倒していけないんですね。これはまずい。いや、まあ、まずいってこともないか。インファイト、あ、両壁じゃないんだ。片方しか壁覚えないの。まあ、まあ、どっちもいいんだけど。ここは、で、呪いで相手退場か。まあ、だから、まあ、実質倒せたようなもんか。まあ、できれば HP マックスに保ちたかったけど、まあ、潮吹きが結局、ドクロックがいる以上意味がないっていうことも分かってるから、まあ、ここはどっちでもいいかな。で、ここ、バシャーモから来るのかな。ダイウォールとか挟まれるとちょっと嫌だなって感じがするんだけど、ガラルチャンピオンバシャーモが来てしまう。ここは俺多分ね水技誘ってると思うんだよね。絶対これ水技誘ってるでしょ。で、ドクロックで透かそうっていう腹だろ。あ、もうそれも読めてんだよ。第3打打ちます。ほらな、やっぱ引っ込めてくんだろ。で、ドクロックが帰ってきて、で、これは乾燥肌で大ストリームを透かそうと無効化しようとしてるんだけど、そこに対してもうバチコリと第3打がエレキフィールド補正を受けて刺さっていく。はい、なんで突破できねえのか教えろマジで。いやー、すごいな、マジで言ってんの。まあ、ええわ。で、そうか、壁があるからか、壁があるんだ。いやー、しっかりザマゼンタの置き土産を有効活用されてしまってるな。まあ、いいわ。あと、バシャーモが何を打ってくるかっていう問題もあるよね。ダイマックスして大バーンを打たれたら、まあ、それはそれで水技の火力が下がるからちょっと嫌なんだけど、まあ、ちょっとそのあたりも含めて慎重に技選択をしていきたい場面ですね。
オッケー、ここの第3ダーは通っていって、で、まあ、壁がないからさすがに破壊していく。でね、これ海洋ガニ大ジェットがあればもっと強いんだろうけど、まあ、でも多分大ジェットなんかをあの取得させた日にはもう海洋ガが最強のポケモンでも固定されちゃうから、まあ、だから多分覚えさせないんだろうね。んで、ここはですね、多分相手大バーンを打てないと思うんだよね。さすがに大バーン打てないでしょ。で、この残り HP と使用機だったら多分相手の方が早いから、だからこれ根源の波動から入るわ。根源の波動を打つんだけど、うわ、見切り、いやー、うまいな、うまいというか、まあそうだよね、相手はこれアメターンがあの枯れるのを待って、あとかつこれ技を見て、あとスカーフケアとかもあるのか、スカーフケアもあるな。で、雨のターンをちょっと計算しとこうか、見とか、あと1ターンか。まあただもう守れないんで、まあただし大バーンを打たれるのが俺からしたらちょっと嫌かな。あの半分になっちゃうんで威力が、ちょっとそれはきつい。なんかもうバシャンまで気色悪く見えてきたわ。っていうか昔からこのポケモン嫌いなんですよ。なんかキモいから。で、大バーンを打ってくる。で、これはね、雨であの威力半減だし、半減なんでクソみたいなダメージになって、でもなんか思ったより入った感じするんだけど、どうすかね、そんなもん。で、バシャンもあと何持ってんだろう。なんか命の玉とかだったらまだ交換が持てるものの、じゃあな、もう帰れうちに。運ゲーって言われちゃうよねこれは。いやでも結局確定2発が取れてたってことだから、だからまあ次の技で、バシャーモに落とされることもなかったと思うし、まあ俺勝ってたんじゃないのかな、どうだろう。てか外役ポケモン使うからだよ、ザマミロじゃなくて。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。第3対戦お願いします。ディアルガが伝説枠かで、ヌケニン、モロバレルがいるっていうなんか変なパーティーだね。で、レジエレ、キルカリオ、ラティオスといったところで、これはまあエルフン海洋側もしっかり行けばよくって、ヌケニンに対して打点がなくなっちゃうから、だからヌケニンはこれミミッキュいないとヌケニンの抜群つけなくないか。これちょっとミミッキュ大事にしないといけなくなっちゃってるな。対戦お願いします。お相手はレジエレキから入ってくる。で、レジエレキ、これ多分ね、まあ、そもそも電気技が半減なのと、あと交換してくるかな、ボルチェンとかしてくるんじゃねえのかなという気がするんだよね。とりあえず挑発から入るわ。多分こう、なんか壁張りをしてくる気もするんだよね。まあ先発で出てくるレジエレキって結構壁張り多いんじゃないですか。だからこのように壁をしっかりと防いでいく。で、これは、次に優先度が高いのは、次おそらくボルトチェンジとかをして、まあ、逃げ返っていくのではないかなと思われるので、追い風をして、で、脱出ボタンでうまいことを、海洋ガに繋いでいくっていうような立ち回りをしていきたい。おそらくボルトチェンジだよね。あ、普通に10万ボルトなんだ。で、ここでなんか問題というか、気になるのが素早さ関係で、相手のレジエレキが最速だったら、これ追い風かの海洋がでも抜けない可能性があるんだよね。で、そうなるとまずい、それはマジでまずいけど、まあえてそのレジエレキを最速で育てるやつなんて、まあ、まずいないし、多分ね、なんか素早さラインの調整はしてあるはずだから、これ多分潮吹き通ると思うわ。多分さすがにここで上取られるはやばい。てかその素早さが2倍になって、で、その突破できない敵とかもやばいから。で、イベントに参加したモロバレルが来てしまう。で、モロバレルはね、水技半減なんだけど、どう、これどれくらい入ります、どうよ。いや、もう威力がおかしいって、もう半減の火力じゃない、しかも急所とかでもない、もうむちゃくちゃだよこのポケモン。これもう潮吹き打つわ。いや、もうめちゃくちゃでしょこれやってること。もうやりすぎだよこれ火力が。あ、で、マモールを使って、多分これは追い風ターンを消費するプラス、まあ、雨ターンも枯らしていくみたいな感じの意図なのではないかなと思っておりまして、いや、やばくないこれ。で、いや、これモロバレルの突破も、まあ、炎技とか打てるポケモンがいなかったから、炎技なり、飛行技なりを打てないんで、まあ、これはモロバレルをここでなぜか潮吹きで倒せるっていう、もうわけわかんない性能を持ってるわ。で、これはまだモロバレルを大事にしてくるっていうことは、これはまあ再生力ですね。再生力、モロバレルの特性は再生力で、1回手持ちに引っ込むと、HP が3分の1かな、マックスの3分の1回復するっていう特性なんで、まあ、このように、まあ、でもレジエレキが、まあ、あえて言うなら一番その素早さ関係的には怪しかったから、ここでレジエレキを破壊できたのはまあ素晴らしいよね。で、多分これモロバレルでさっきのダメージ的に多分受けきれないことが分かってるから、多分別のポケモンが来るんじゃないのかな。で、ここで、ヌケニンに来られると、まあ、ちょっとややこしいんだけど、ヌケニンだったらもうミミキュに素で引けばいいかな。
おっと、ディアルガが湧いてくる。ね、ディアルガについてはこれはね、水技が4分の1なんですよ。なんかちょっとさすがにここ突っ張るはありえないから、どうしよっか。これはね、ミミッキュがこの中だったら一番いらないかなといったところなんで、いやただちょっと海王がでも相手取りづらいけど、まあ、ミミッキュ行けばいいか。そう、まあ、ミミッキュはほぼ抜け人のためだけに連れてきたようなもんだから、まあ、相手のダイマックスターンを2ターン枯らせるっていう、ほぼそういう保証もあるんで、まあ、一旦ミミッキュを出していってなんとかいなしていこうか。で、相手ラスト1匹のモロバレルについてはもうちょっと完全に腐ってるゴミなんで、毒キノコだから、腐ったも毒キノコだから、まあまあまあ、これアンズルに足らずというところで、ディアルガにダイマックスされてしまう。なんかディアルガってタイプが優秀なんですよね。鋼ドラゴンだったっけ。鋼ドラゴンタイプって、弱点が地面、ドラゴンも半減か。で、ダイアースを打ちかまされていく。これは、あれだ、特防を上げたいっていうことだね。海洋ガが特殊アタッカー確定なんで、これは特防を上げるためにっていう感じでしょうね。あ、違うわ。あと、ちなみに俺さっき、ディアルが4分の1って言ったけど、水技4分の1って言ったけど、それ間違いで、半減でした。すいません。間違い。パルキアと勘違いした。パルキアは水ドラゴンタイプだから半減なんだ、あ、4分の1なんだけど。で、ここについては、ちょっとディアルガの素早さが確か90だったかな。ちょっとここ確認するわ。ディアルガの素早さが90なんだよね。これどうしよっか。多分上取られちゃってるから、だからここは、トリックルームにしようかな。トリックルームでもし次の攻撃耐えるんだったら、まあそれはそれでいいし、まあ第一治療は絶対耐えないですね。これタイプ1だし、これで、まあただ相手のダイマックスターンをこれで合計3ターン枯らすことができたんで、まあ多分大丈夫なんじゃないのかな、この試合は。で、おそらく、まあ、ディアルガ、まあ、ちょっと断定はできないけど特殊アタッカーだと思われるんですよ。海王がもう特防がバケモンみたいに高いから、だからまあ多分打ち負けることはないと思うんだけど、ここ追い風と光の壁とどうするかって感じだけど、これ光の壁を張っといたら、もしかしたらエルフーンがディアルガの攻撃一撃耐える可能性が、まあ、なきにしもあらずだけど、まあ、ただ鋼技が抜群なんでタイプ1で抜群疲れちゃうし、まあ、ちょっとさすがにないかな。で、あ、ダイアースは耐えるわ。ダイアースだったら耐える。いや、これは多分相手はこのエルフーンの突破というよりは、もう単純にあれだね、このエルフーンじゃなくて、海洋が対面を強く意識していて、で、特防を上げとかないともう海洋が相手取れないっていう判断なんだろうね。で、おそらく、まあ、最速なのかな、相手のディアルガが。ここ、まあ、フルアタだよな。ここでなんか変な積み技とかないと思うんだけど、一応挑発打っとくわ。なんか変な積み技、なんか瞑想とか積まれて、で、海洋が対面フリー取るっていうのがもう一番の負け筋だから、ここは挑発を打っておいて、ラスターカノンで抜群をついてくる。で、これ一撃耐えるんじゃない？あ、耐えないんだ。まあ、欲を言うなら追い風も張りたかったんだけど、まあ、それよりも多分積み技を積まれるが多分負け筋だったと思うので、まあこれはなんとかなるかなと思っておりまして、で、相手の特防が今2段階上昇でしょ。で、こっちも壁があるから特防2段階上昇とほぼ等しい感じなんですよ。で、ちなみに、相手ディアルガは水技半減じゃないですか。水技半減なんだけど、タイプ不一致の冷凍ビーム、まあ、氷技よりもタイプ一致プラス天候補正をかけた半減水技ダイストリームの方が威力的には出るんで、こっちを選択するべき。さあ、もう何度も見たこの海洋ガの笑顔から始まるダイストリームで最後制圧していこうか。時の方向を打ちか、なんでそんなに入るの、もういらねえっつーの。で、多分次の時の方向耐えると思う、急所じゃなければ。急所って壁も無視なんで、うわー、めっちゃ硬え、めっちゃ硬えわ。これは、いやだからメガネ根源の波動とかにかけないといけなかったか。でもそれだったらさっきの攻撃で持ってかれてるもんな。いや、ちょっと待って、こう急所じゃなかったら俺勝ってたじゃねえか。いや、こう反動技なんだ、反動ある技なんだ。もう危な、もう火力ぶっ壊れてるもんな。いや、もうマジで危ねえわ。で、多分次の時の方向をさっきの、1.5 倍プラス、その、あ、違う、3分の2かける、2分の1だから、だから、3分の1に抑えられるのか。じゃあもう絶対耐えるんで、ラストダイストリームを打ちかまして勝ちかな。時の方向はこれ急所に当たらなければしっかりこのように耐えて、
いやもう特防がいかれてる、もう特防がいかれてるし、いやもうこれは綺麗に勝ちきれましたねっていうことで、今日はここまでなんだけど、使ってみた所感としてはもう火力がいかついし、あとまあ特殊アタッカーだったらまあほぼほぼなんか抜群疲れても、いやちょっと待って、勝ったと思ってたらモロバレル残ってたわ。この毒キノコが残ってるんだけど、まあこれ絶対相手こっちの技耐えないんで、いやてかさ、これさ、いや根源の波動だと怪しいか、レートビームしましょうか、なおとなしくね。なここでなんか格好つけて負けたりしたらもう冗談じゃないんで、なんでお前はそこで守るっていう選択ができるのか教えてくれるかな。いや なんすかねこれ。しかもなんかモロバレルなんか韓国語名だね。なんだなんかこれ韓国産のキノコっていうことなのかな。まあいいわ。しかも色違いっていうね。でまあさすがにこだわりメガネが復活してるんで、まあ、これも抜群でも耐えるわけもなく、しっかりと破壊していって最後勝ち切れました。はい、まあ今ちょっと毒キノコに最後茶を濁された感はあるけど、まあいいでしょう。もうものすごい火力なのと、あとこだわりメガネ補正もかけると、まあ潮吹きの威力がもう1億ぐらいに成長するから、まあもうタイプ相性なんてもうマジで関係ないよね。さっきのモロバレルに対する潮吹きの火力もおかしかったでしょ。もう半減の火力じゃないってことなんだけど、まあ、どっちかというとやっぱりそのサポートに追い風要因に一枠取られるっていうところまで考えると、まあ、単体で潮吹きをいきなり巻いていけるスカーフ型の方が俺はどっちかというとまあ使いやすいかなという感じがしましたね。でエルフーについては、まあ、サポート性能が高いから、だから海洋画の追い風潮吹きプラス、まあ、もう一匹その海洋画か、まあ、もう一匹みたいな感じで相手との相性によって出し分けられるみたいな選出をすると強いのかもしれないから、ちょっとクロート向き、まあ、俺みたいな雑魚プレイヤーには、雑魚ポケモントレーナーにはまあちょっとまだ早いかなっていう感じだった気がするっていう感じで、今日もまた一歩ポケモンマスターに近づけたな。育成論努力値調整は概要欄に載せてるんで、よかったら使ってみてください。追い風でもうただひたすら上から潮吹き打つのもめちゃくちゃ楽しい、もうものすげえ火力だからってことで、毎日動画投稿してるんで、対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。